カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州のバーナビー・ビレッシュ博物館にあるドライグッズストアの外観。もともと1918年頃に建てられたものを移築している。ドライグッズは乾いた品物を意味する英語の表現で、イギリスなどイギリス連邦諸国とアメリカ合衆国では眼意が異なり、前者では乾燥した食品、後者では繊維製品を主に意味する。 イギリス連邦諸国において、ドライグッズという表現は乾物を意味し、冷蔵庫の普及以前の時代、特に20世紀初めにおいて、すぐに腐敗したりする、恐れなしに、運搬や保管が可能な食べ物を指した。干した豆類、小麦粉、脱穀した小麦、潰した大麦などが、この意味でのドライグッズの例となる。アメリカ合衆国において、ドライグッズは布焼き西、布や寄生物、 日用雑貨などを指す。合衆国の小売業において、ドライグッズストアは金物屋やグロサリーと枠別される最終材を扱う店である。布類を指す表現としてのドライグッズは1742年のイングランドに遡る要例があり、さらに前の世紀から使われていたとも考えられている。この意味でのドライグッズは、もっぱらそれだけを扱う専門店が飽きなうこともあれば、 よろずやや百貨店が扱うこともある。20世紀初頭以降、多くのドライグッズストアは取り扱う商品のラインを拡充し、ドライグッズという言葉は日常的な表現として、あるいは事業者の正式名称の一部としてはあまり使われなくなっていった。ありがとうございます。